平本さあ、あ朝倉らみ平本ひドーピング騒動後、初めての SNS で、まさかの一言に、一同驚愕。えーどうもえらかのこうすけです。 今、格闘技界平本蓮のドーピング騒動が一番皆さんの話題になってるんですけれども、平本蓮のファン感謝祭が明日24日昼過ぎやるということなんで、そちらで平本蓮が何を発言するか、そこに注目が集まってると思うんですね。まあもしかしてそれが中止になっちゃったら大ごと、普通に平本が出演して、あんなの嘘だよっていう言葉を、平知る格闘技ファンはみんな待ち望んでいるんですけれども、まあ浅倉未来がずっとだんまりをして口を閉ざしておりました、この件。え、まあ他の格闘家の方も言ってましたけれども、 やっぱり白黒結果が出るまで、はは自分のススタンス表明ししたくないいいう人は多いという人多ようででででこちらが並ん朝倉美久留も同じでしてで総動後初めて SNS 更新しまして、そこで衝撃の言葉残してますんで、深掘りしていきたいと思うんですけれども。今話題になってるのはこちら血液検査でございますね。試合と同じで白黒はっきりつけてほしいということで、まあ、バラちゃん会見で尿検査検体はもうアメリカの方に送って今検査中と来週出ると。尿だけじゃ分からないから血液の検査をすべきだ。いろんな噂ありますから。はい 平本対から帰国後にね見つかる可能性もないとは言えませんからそういうのも含めて血液検査やるべきだという声も出ててでこちらヤーマンも言っておりますねこのまま来週の検査結果で陰性だったとしてもあの音声がある限りドーピング疑惑については一生ついてもあると今後どんな言い返し方をしてもドーピングを疑われるだからどうせ陰性なんだから血液検査をして疑惑を晴らすのが一番の最適解だと思うとど同性一戦だから血液検査やっていいだろうということでねヤーマン選手も 血液検査に同意の動きを見せておりまして。で、ここで、もともと平本への幼い美人、皆川天心。で、今は浅倉未来の名優なんですけれども、その天心が朝倉未来を勇気づけたいということで、えー、町に連れ出して飲みに誘ったんですけれども。そこで、この騒動後初めてね、朝倉未来は口にした、えー、言葉がちょっと衝撃的なものなので、これは多分平本に言ってんじゃないかなって言ってね、見ていきたいと思うんですけれども。あ、お疲れ様です。<laughs> 今ですね喧嘩売ってんのとこれは那、ま、須、あ、川天心に言ってるんですけれども平本蓮にも言ってるような気がしますね喧嘩売ってんのと <laughs> どうに <laughs> いういいいい <laughs> まあ那須川天心なりに勇気づけたいのかもしれないんですけど、まあ、このテンションはちょっとかなりまあうざいですね何してるんですか今人生初の 渋谷横丁に来てます。いや言ったらやばいでしょ。ということで、元気づけるために渋谷横丁で飲んでるということでね、朝倉キッズの方たちは渋谷横丁に行けば会えると思ってるのかもしれないですけど、もう多分来ないですね。また待ち伏せされるの嫌でしょうから。 もう渋谷横丁行っても朝倉には多分会えないでしょうからこの時点でもう平本連、ね、合トーピング疑惑が出てるって知った後のこの朝倉の顔ですからやっぱり最初夏川天使は元気つけてはいるんですけれどもこちらの表情を見ればわかると思うんですけれどもやっぱり覇気がないですよね あの KO がもしかしたら仮にですよ、平本連がそういうねものの力を使って自分が KO されて自分の格闘技人生がダメになったって少しでも想像した場合眠れないですから、もう本当に腹立ちますし、だから最初のね、喧嘩売ってんのっていう言葉もその後エイミーは漏れてるんですけれども、まあこれは本心でナスカ天心だけじゃなく平本にも言ったんじゃないかなっていう思いますよね。で、あとこちらご覧になった方いると思うんですけども、えー、ワちゃんに突つらりましたっていうやつで、 木村みのの話になって、まあ、そういうものを打つジェスチャーの時に、まあ、普通だったら腕にやるっていうのは皆さん、共通の認識、僕もそうだと思ったんですけれども、まあ、その注射のジェスチャーを、安保はま、腕にやった。ところが、えー、平本は腕じゃなくて、お尻ね、お尻に <laughs> 打つようなジェスチャー。僕、わかんないんですけれども、まあ、一般的に注射って腕じゃないですか、絶対に。でも、お尻に打つってことは、復活の日本さんが流出した動画の言ってる内容とほぼ同じじゃんと。 お尻に打ってる。しかも瞬発的に出てきたから、まあそういうのをお尻に打つのがもう慣れてる人の行為なんじゃないかなと。注射といえば腕ですけども、平本蓮はお尻ということなんですよね。だからこういうのを点と点が線につながるんじゃないかなって本当に危惧してますしね。まあこれは嘘であってほしいと。逆にあの音声はこの動画を見て平本蓮が注射は腕じゃなくて尻に打つっていう情報を得て作ったんじゃないかな。 っていう、そっちであってほしいなって、我々格闘業とかやっぱ思うんですよ。どうしたってね。ということで、まあこちらの人も言ってたけども、やっぱ血液検査、試合と同じで白黒はっきりつけてほしいっていうのはありますから、まあ明日24日、あの平本ののファン会社祭行われるか分かんないんですけれども、そこでの発言もちもちの注目ですけれども、尿検査の結果だけじゃなく、ヤマンも言ったように、血液検査を受けて本当に白黒はっきりさせてほしい。我々はモヤモヤなのが一番嫌なんです。我々格闘業宅は一つだけやっぱり真実。これしかね、我々は知りたくない。ですからね。 明日、平本恋ファン感謝祭とト、ライジンの発表、こちらもね、待ちたいと思いますね。ということでね、今回は、朝倉みぐる、平本恋ドーピング騒動後、初めての SNS で、まさかの一言に一度驚愕というえ動画になりました。えー、こういう形でね、格闘技の趣味にリス、エミメラカコースケ、独自の目線で切っておりますので、チャンネル登録してまたご覧いただけますと、幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。